処理水の海洋放出計画をめぐって今月4日 IAEA 国際原子力機関は国際的な安全基準に合致しているとする報告書を公表しています。一方、県漁連をはじめ国の内外で反対や懸念の声が続いています。こうした状況に内堀知事は、原発事故が生じた後ですね、科学的な安全論は別にして、やはり風評という現実があって、風評被害で12年余り苦しみ続けているという現実もございます。前の週の内堀知事は、政府と東京電力に県民の葛藤を理解した上で、信頼関係の構築と風評対策の徹底に努めるよう求めました。